女優の芦名イさんが死去していたことが14日、分かりました。36歳でした。所属事務所が認めました。所属事務所は、本日、午前中、新宿区の自宅マンションで、亡くなっているところを親族が発見しました。死因については、現在調査中です、としました。 アシナさんは14日発売の「週刊プレイボーイ」のグラビアに登場し水着や下着姿などを披露していますアシナさんは2002年にモデルデビューし同年に TBS 系幸せのしっぽで女優デビューし2006年に日本カナダイタリアなどの合作で総制作費30億円という映画「シルク」の日本人ヒロインに抜擢され話題を呼びました 今年は1月期の TBS 系「テセウスの船」に出演していました。